どうも皆さんこんばんは、ごはんです。さあということで始まりましたジューンブライドフェスタ。まあオセロニアのねおなじみの駒たちが花嫁衣装に身を包んでね、まあスキルも一新しているといったイベントになっているんですが、早速ね今日はガチャを回していきたいと思います。はい、ということで今回のですね私の一番の狙い目なんですが、こちらですねブライダルジーク&クリムのこちら魔属性に進化させたものを狙いたいと思います。このコマですね、このコマをリーダーにしていると、相手の手駒にある神駒のアタックが 27% 減少するといったものになっておりまして、まあ、クラスマッチとかカップ戦でですね、まあ、神染めのデッキが多い日などにかなり活躍してくれるコマだと思います。こちらのブライダルジーク&クリムはガチャではなくてビンゴでゲットできるコマということで、まあねガチャ運のない私でも回し続ければいずれはゲットできるといったね私はポジティブに捉えてますよまあ S ゴマの狙い目はこの2枚なんですが、 A ゴマはですねガチャでもゲットすることができるんですが、逆転コインでも交換することができます。中でも注目したいのはこちらブライダルウンディーネですね。まあ、デバフ効果が2ターンの間続くっていうのと、コンボスキルがですね、まあ、あの神のささやきのようなものがついておりまして、多分こちらのブライダルウンディーネはですね今後ですね神染めデッキなどのレギュラーとなるコマとなると思うので、ぜひね神染めデッキ作ってる方はですね逆転コインでねこちらのウンディーネ交換しとくのもおすすめします。はい、そしてこちら魔の英語はブライダルポーリュプスですね。ひっくり返された時に通常攻撃ダメージと特殊ダメージも相手に返すことができます。そしてコンボスキルがですね相手の HP に応じて何パーセントかのですね特殊ダメージを返せるというものになっておりまして、まあ、こちらもねコイン交換することが可能なので、ぜひね余裕のある方は交換をおすすめするコマではありますね。さあそれではですね早速ブライダルフェスタガチャ回していきたいと思います。いや前回のねオルロソルシエ実装の時はねストレートでビンゴ揃ったんですよ。まあとりあえず最初の10連目はね、まあ、真ん中狙っていきたいんだけどねビンゴを。まあ虹のかけらは混入せず、まあガチャで手に入る S ゴマは私はドルシーのみですね。欲しいのはうんフルットは来ない来ないけど、まあ A ゴマ入ってくれてたら嬉しいなと、限定のね。さあどうだ、止まれ、オッケーオッケー、ポーリプスゲット、オッケー。これはこの子もね結構ね面白いスキル持ってるんですよ。お、さあそしてビンゴは真ん中来い、真ん中真ん中真ん中、まあ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 、まあ、はいはい、引けたのが先ほどご紹介したブライダルポーリプスとこちらですねペルデュー。はい、こちらまだスキルマにはなってないんですけど、まあ、1枚ちょうどひっくり返せるマスでターン開始時の相手の HP の何パーセントかのダメージを返せるんですが、まあ、結構ね低コスト制限の時とかにフルカスとかね吉野代わりに入れてみたりしても使えるビゴマだと思います。はい、それでは22連目やっていきましょう。まあ私の本来の目的はビンゴなので、はい、おっとまあまあね、まあでもこういうさフェスタとかって限定ゴマ出やすいようになってるんじゃないかな。はい、なんか S ゴマ、あ、入った入った、あれ2枚入ってる、全然振動もしなかったのに、ほい、まあまあねコインになってもらいましょう。そしてビンゴは、お、いいじゃないですか、これ下1列ストレートで揃っちゃうかもしれないよ。はい、リーチー。では33連目いきましょう。ストレートで揃うのか、さっきでもね虹のかけら混入なしでも S2 枚出てきてたんで、わかんないよ、まだわかんないよ、振動してないけどね、わかんないよビンゴだから。来ました、これ嬉しいですね、欲しかったコマです。まあ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 、ビンゴだからメインは、ほい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 、オッケーオッケーオッケー、やったーストレートだー。はい、やりました、ブライダルジーク&クリム、これは魔属性に進化させていきましょう。ということでね、まあ私結構お目当てのコマ
揃ったんですけど、私ね、ドロシーやっぱり欲しいんで、これはね、ちょっとマアップまでね、温存させたいと思います。ちなみに、はい、ということで進化させました。似合ってるかな。ああ、まあそのなんだ、似合ってるぞ。いいですね。ではですね、こちらのジーク&クリムをですね、組み入れたデッキでクラスマッチ潜っていきたいと思います。はい、デッキはこちらです。まあデバフの駒をですね、ふんだんに取り入れた、まあ回復耐久風のデッキなんですけど、まあね、ちょっとクラスマッチなので、うまいことね盤面を制圧できなかったら逆にねボコボコにやられちゃう可能性もあるので。さあ、相手は乱量リーダー、 HP 高めですね。これはね、髪染めである可能性が高い。もしも相手が髪染めだったらこのデッキかなり有利ですよ。はい、私が先行ですね。さあ、相手がここで何を出してくるか。お、これはもしかしてジーク&クリーム大活躍のフラグ。しちゃおうかな。なるべくね、変にデバフのキャラを置いていきたいと思います。ブレスド、とりあえず、レーテとミーナだと、そうだね、序盤はミーナの方がデバフの効果がね高いので、ミーナを置いていきます。さあ、これでだいぶ相手にデバフの効果は与えられているはず。さあ、どっちに打ってくるかですね。ここで、お、そっちに置きくるみが出てきました。ここはですね、辺に0手置いていきましょう。よいしょ。はい、どんどんデバフをかけていく。これはね、多分相手にしてみたらかなり嫌な戦い方だと思います。多分ビクトリアとかも入ってそうなので、まああんまり相手の HP を削りすぎず、最後でねグッと回復していけたらいいかなとは思うんですが。進む道は私が照らします。どうするかな。クリスマス出しちゃうか。とりあえず盤面を制圧することを目標にしたいと思います。まあ、レイトはひっくり返されてしまっても角は取っていきたい。521しかこのアラジンが与えられないといった状況になっていますね。はい、デバフが効いています。かな。もっとね、他にもねいっぱい入れてきてるんで引いていきたいんですが、やっぱね後半にアマテラスは使いたいんですよね。さあ、ここでアンドロメダを出される。ちょっとアンドロメダの動線に注意しつつ戦っていきたいですね。オッケー、来ました、信長ですね。25% のデバフがかかるので、これはね本当にアンドロメダの動線がつながってしまってもあまりね怖くないですね、これだけ今デバフが効いていれば。でも相手も、自分の駒にねバフがかかる駒をねたくさん引いてるんで、おっと、ここはビクトリアもう出してしまいましたね。ブレスド、ブレスドか。
ここに置いていきましょう。合ってるかな、ちょっとオセロが分かんなくなってきたんだけど。あ、これアンデッドの損傷庫もちょっと捨ててしまいたいですね。さあ、全然フェアリーフェンサーも痛くない。これね、ここいっちゃうかな。ちょっと相手の HP 削るの怖いんだけどね。ちょっとこれでね、あのアンドロメダ導線が通ってしまったんですが、多分耐えられるであろうというこのデバフで自信を持って、さあ導線残しでハーピスと置かれる。あー、これちょっと私ちょっとオセロ的にこれかなりやばいかも。でもテラーナイトが引けているので、オセロがね、オセロが下手くそすぎてちょっとね、これんー、カード取られちゃうよね。ここ置くと、ここ置いてもダメだよね。これ失敗したな。これ失敗しちゃったな。あ、出ちゃった。え、嘘でしょ。あ、ちょ、一番やってはいけないことをやってしまったんですが。ちょっと待って。一番やっちゃいけないでしょこれ。嘘だろ。逆に相手もびっくりしてるわ。逆に相手もこれびっくりしてると思うよ。なんだこれはみたいな。ほんとやっちゃいけないよねそれ。ちょっと、いやー、もうこれは回復にかけていくしかないな。これちょっと失敗だな。ワイセが出てくる。いやー、これ辛いです。これ辛いです。オセロが失敗しちゃったんで、これちょっとかなり辛いですね。これはまだこっちかな。先にアンデッド捨てちゃおう。もう最後のね、アマテラスの回復にかけるしかないです。あー、これやばいね。相手の HP でもまだ半分以下にはなってないのか。半分以下にはなってないと。自分のコマ数が少なすぎるんで、まだちょっと回復は使わない。自分用回復マスを生成。これ大丈夫か。これ大丈夫か。とりあえず相手の HP を削りすぎないように。あ、しかもあれだ。失敗したらこれアンデッドのコマ置いちゃったらさ、ダメじゃん。回復が毒になって帰ってくるパターンじゃん、これ。本当に。大失敗ですよ、この状況。早くアンデッドの後悔を消えてくれ。ちょっと待って、これ。間違えた。バクバクを入れてくればよかったね。あー、これ相手もちょっと回復体制に入ってるですね。オッケー、アンデッドの効果が消えた。でもまだ相手の HP が半分以下になってないので、強力なジークとかでも入ってそうだけどね。乱量を先に出してくる。あ、これは盤面制圧されそうだな。それがちょっと厳しい。オセロ負けしそう。ダウス。あー、これはちょっとオセロ負けが厳しいです。あれ、あ、完全なるオセロ負けだ。ちょっとね、これはね、あの私が悪い。飛び出ちゃったのが悪い。
はい、ということでジーク&クリームのいいとこ何にも見せられなかったんですけどまあね、ちょっとコマの飛び出しには本当にね気をつけてくださいということではい、ということで今回はですね、ジューンブライドフェスタガチャやっていったんですが、私やっぱね、狙い目のね、ドルシーが欲しいので、またね、マップ回すと思います。はい。ということで、最後までご視聴どうもありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。チャンネル登録をお願いいたします。よかったら、他の動画も見ていってくださいね。